私からは特にありませんのでよろしくお願いします。どうぞ。それでは幹事から、明日、行政刷新会議の事業仕分けの第2弾が始まります。まあ、それに備えて省内文部科学省省内の事前の仕分けというのはどのような点に留意をされて行ったのか、教えていただきたいと思います。また事業仕分けの中で大学入試センターについて民営化の議論が、まあ、予想されております。どのように受け止めていらっしゃるのかをお聞かせ願いたいと思います。はい、我が省は別に事前仕分けというのはやっておりませんが、まあ、ヒアリングというのはというか、まあ、なんていうんですか、ブレストというかですね、そういうようなことはやりましたが、特に、今どんなことをやってて、どんなことが課題になっててっていうようなことで、特段目新しいことはありませんでしたが、ただあれですね、こう押さえておくべき論点の確認というんでしょうか、そんなことでございました。割と何て言うんですか、自然体で臨んだらいいんじゃないかなというふうに思っています。それで大学入試センターでございますが、これは非常に社会的にも、影響力の大きいものでもございますし、52万人ぐらいが受験をいたして、おります。それから、これは皆様方に申し上げるまでもありませんけども、大学の入試っていうのはそれぞれ大学の自治の下でやられるわけですが、初中等教育って言いますか、教育全体に対する影響っていうものが少なくないと、いうことの経過の中でですね、一定程度その国のミッションを担うという意味での独法という形態を取ってきているわけで、ございまして、その、国って言いますか、その入試の受ける人、それから取る人、つまり大学、以外の人たちの意見というものを、つまりはその小学校とか中学校とか高校段階の学びというものに影響があるので、その人たち、あるいはその現場からの入試に対するこのフィードバックというものをできるようにするの、できるというスキームになっているわけですけども、考え方としてはですね、そのスキームをこれからどうするのかという割と本質的な議論に至る話でありますから、ぜひそういう観点でいろんな議論が出てくることは出していただいたらいいのかなと、その上で、第1回目の時も申し上げましたけども、仕分けというのは納税者の観点から、その視点に立ってですね、一つの重要な意見ということで、出されるものですから、それも参考にしながら、今後のありようというのを議論を踏まえて、改めて推奨があればすると、引き続き基本的に今のままでいくということであれば、それで、いいというふうに思います。ただ、いずれにしても受験生が、あるいはその保護者の皆さんにですね、微塵も不安や混乱を与えるということのないようにだけはですね、きちっと文部省として、対応をしていきたいと、ここだけは受験生の皆様方には申し上げておきたいというふうに思います。以上です。各社お願いします。
センターでいうと民主党のインデックスに大学入試センターという改革という項目がありましたけども、それを踏まえながらやはり将来的には民営化した方がいいのではないかというのを考えました。まあ、そこまではインデックスは別にその示唆はしてないと思うんですね。むしろまあその入試というものをですね、もっとこう後半に捉まえるべきだと、まあ、そういう趣旨でありますので、あのいわゆるちょっと民営化とはあの性格の異なった議論だというふうには思います。まあ、それとこう民営化っていうことのイメージなんですけど、あの採算に乗る話ではありませんので、要するにいわゆる営利法人がやるということの可能性は私は限りなくゼロに近いと思います。営利法人がやることの可能性は限りなくゼロに近いというのが今の話でしたけれども、つまりそれは大学入試センターがですね、今の形態から、まあ、彼を害してですね、そこはきついと業務を入試業務を受け継ぐというイメージなのか、それとも自由参入してセンターという、センター試験というものを全くそのフリーハンドですね、民間業者が参入できないだろうと、最大に合わないものは埋めないだろうと、そういう意味でおっしゃって。だから民間業者っていうものが、まあ、営利企業っていうのはその損を長年に出し続けながらやるってことは営利企業のそもそも論からしてありえないわけですから、いわゆる営利企業というものが入試センターの業務を代わって行うってことは可能性として限りなくゼロに近いという意味で、まあ、申し上げたということです。携帯を買っても引き継ぎのセンターが同様業務を継承していくのではないかというふうに考えています。まあまあ当分の間はですね、どこかが誰か、まあ、このようなそのセンター試験っていうものをやるっていうことはそのまあ今の、まあ、日本の社会でセンター試験的なものが直ちになくなるということにはならないと思います。でじゃあセンター試験というものをじゃあ今後どうしていくのかというのは、まあ、いろんな考え方があるかなというふうにまあ思いますね。まああの私が主査をやらせていただいた古川さんと、あれはまあ新しくああいう研究開発機関制度っていうものをですね作ろうと、まあ、こういう話ですね、まあ、未来の話ですね。今回の仕分けはまあ過去ないし現在の個別の、独法ファンディングエージェンシーも含めた独法の行っているいくつもの業務の中のその中に、まあ、見直すべき業務があるとかないとかってこういうことだと思うんで、まあ、どんな法人でも 100% 素晴らしい事業展開を行っているっていうのはまあありえないわけですから、その必ず何らかそれはあのどんな人でもどんな法人でも改善すべき点ということはあるだろうし、それからやはりきちっと説明すべきそのまあ、ちゃんとやってるにしてもですね説明が十分でないことっていうのはそれはあり得るわけですから、まあ、そういうことは仕分けの中で、ご指摘が出てくるかもしれませんというふうに
まあ、受け止めてるっていうか予想しているっていう。組織論的な部分で踏み込んだような仕掛けがもし意見が出てくるとすればそこは違うよ。いや、それはだから、まあ、仕分け人の方々は、まあ、民間から大勢集まってきていただいて、で仕分けの特徴はですね、何かあまりこう予断を与えずにここはこういう、書証でこういう観点で、というこうフィールドを限定した形で意見を求めるという従来のものと違って割とこうプレーンにですね、素直に率直にこのどう思いますかっていうことをですね、出していただくっていうことが仕分けの特徴だと思います。ですから何かこう、まあ、それによって今まで設定してたフィールドとかですね、問題設定自体がちょっとずれてたなっていうことも仕分けをやることによってですね、明らかになったりする、まあ、それがいいことですよね。今まではなんかこう与えられたっていうか既存に非常になんていうかこの確固とした土俵っていうものが決まっていて、そのに乗らない議論はそれは違いますよっていうか、ここの場での議論とは違いますと、こういう言い方をしてきたわけですね。そこのプロセスをそのをも変えようというところに仕分けの特徴とか意味があって、あまり予断を与えずにこう素直に思うところを述べていただく中で、問題設定自体をこう設定し直すっていうようなこともですね、仕分けの効用だと思っていますから、まあ、とにもかくにもまず一旦はご意見を出していただいて、まあ、それをなぜそういう意見が出てくるのか、意見が正しい場合もあるだろうし、意見にやや誤解に基づく意見もあるでしょう。それもあっていいと思うんですね。で、それはなぜかというと、なぜ誤解に至ったかということをやっぱり検証すべきで、それは誤解に至るようなその説明、の仕方、情報や世の中への情報の提供の仕方にやはり改善すべき点があるから、そういうことになるわけですから、いずれにしても仕分けでいろんなご議論をが出てくるっていうことは、その真摯に受け止めて、そしてより良い法人運営、事業運営、事業展開の参考にさせていただくと、こういうことだと思っています。はい、塾に掛け合いなんですけど、はい、2日ぐらい経ちましたけど、はい、大丈夫、近いよって言うんですけど、あ、はい、まあ、おかげさまで、今のところ順調でございまして、今日22日木曜日13時、本日現在で相当校数が638、登録者数が605、閲覧者総数が18,699で、ページビューが148,608でございますので、まあ参加者および運営者のご努力で着々と進展しているかなと思っております。今後の内容というか議論はどうなりますか？やっぱり勉強になりますね。やっぱ現場っていう感じ、ビビッドな感じですね。生々しくて勉強になります。それから、まあ、その現場の皆さん同士の議論っていうのはやっぱり興味深いっていうか、同じトピックでもやはり
現場ならではのなんていうかこう熱というかですね、まあこう思いが浮かびますよね、そのやり取りを見てるとですね、まあいうふうに受け止めてます。はい、どうぞ。社会性スポーツ団体について公共法人としての見解を、まあ、お伺いしたいんですけれども、日本クレーシャリング協会がですね混乱しているということで JOC の仲介を頼んでいるんですけれども、まあ、どこが問題なのかというのがあって、それからスポーツ団体のですね常に、前政権であることで政治家がトップにするということが多かったわけですけれども、政治家がスポーツ団体のトップにすることについてどういうふうに思われるかという、この意見をお願いします。はい、まあ、あのクレーについてはまあ、基本的には JOC およびクレー射撃協会のまずは自主的なお取り組みということだと思っておりますので、まあ、それを見守ってまいりたいというのが現在における私どもの立場でございます、今のところはですね。それから2点目のご質問でございますが、まあ、これもそのそれぞれの団体の、まあ、ガバナンスの中で、まあ、自主的にご判断されることでありますから、まあ、文部科学省がその適正なプロセスを経て、決まったことに対してですね、とやかく申し上げる立場にはないと、まあ、いうふうには思っております。が、まあ、今スポーツ立国戦略の議論の中で、まあ、そのスポーツの持つ社会的重要性に鑑みてですね、そういう競技団体のガバナンスの在り方、あるいはその地域のスポーツ団体の、あるいは全国の規模のスポーツ団体のガバナンスの在り方についてですね、まあ、このままでいいのか改めるべき点があるのかと、まあ、いうことはヒアリングの中でもご議論をさせていただいておりますので、まあ、そうしたことは踏まえて、ガバナンスのありようについては、まあ、立国戦略の中で検討を深めていきたいというふうに思っています。はい、この辺ですけれども、副大臣の方から JOC にですね仲介するようにご指示を出されたことに対して、今のまあ、執行といいますか高岡会長らが担当官に見えられて、そのご指示を撤回していただけないかというような申し入れがあったかと思うんです。その上で3月に行われた、総会協議理事会のですね報告書の議事録を持ち込んで、それを見て問題点があれば指摘してほしいという要請があったかと思いますけど、それに対して文部科学省としては回答されたという、まず私が JOC に指示をしたということは少し違うのかなと、思います。もちろん JOC のリーダーシップで、まあ、そうしたことが健全な形で正常化するということは望ましいという思いは持っておりますけれども、まあ、指示ということではございません。それ以外以降の件についてはまだ私現下から報告を聞いておりませんので、まあ、必要に応じこれから聞いていきたいというふうに思って、おります。まあ、現段階ではそういうことです。国務省との関係で文部科学大臣が定めるという形で、まあ検討の場を設けてというふうになっていたかと思うんですが、その、まあ、メンバーの人選の進み具合ですとか、あるいはその、まあ、4月中に発足するのかどうかのめどについてお聞かせ願いますでしょうか。まだ4月以降具体的に特段
進展はしていないというのが現状でございます。まあ、目処は、まあ、連休の前か後かって、もうでも今日は4月22日ですね、でありますので、まあ着々と人選をしなければいけないと思って、おりますが、まだ決まっている状況ではございません。頑張りたいと思います。それはある意味その難航していると言いましょうか、難しい。いや、難航しているということはありません。難航しているということはありませんが、別に言い訳するつもりはありませんけれども、耐震のことなどで走り回って、おりますし、あと、まあ、国会等々もいろいろございますし、あと、まあ、もろもろいろいろなことが、スポーツの話だとか、研究開発法人の話だとか、まあ、いろんなことが並行して走っている中で、まあ、今もちろん限局限界において作業は進めていただいていると思いますが、まだ、決定してこれでいこうと、まあ、どこまでには来てないということでございます。特に難航しているとかっていうことでは全くないと思います。各社の資料前回ですけど、5校が空気決算はい選挙でありますけども、まあ、初の手術方式で行いましたが、このことに対するご感想をお願いします。まあ、関係者 の、 ご尽力で、まあ、学力テストが、まあ、おおむね無事新しい方式で、取り行われたことをまず関係された皆さんに、まあ、御礼を申し上げたいと思います。まあ、これからいろいろな現場の声も伺っていきたいと思いますし、まあ、調査も必要に応じてやっていきたいと思いますが、まあ、日私がちょっとお邪魔したところの話で伺いますと、まあ、希望利用方式はですね、まあ、一定のご評価をいただいているのではないかなと思います。つまり、まあ、日頃教えている学校あるいは担当の教員がですね、まあ、自ら、まあ、もちろんチームですけど採点をして、そしてこのそれを、まあ、速やかに学校現場での指導に反映をするということができるようになったということは、まあ、改善できたことの一つかなというふうに思っています。まあ、十分それを材料に分析にはこの力を入れていきたいというお話もしておられましたので、まあ、それは良かったかなというふうに思っています。もちろん現場の教員の先生にはですね、まあ、その分採点のご負担はおかけしているわけでありますが、まあ、しかし、まあ、そこも私もまだこれから聞いてみないと分かりませんけれども、まあ、少なくとも東京都の私の仲間からですね、その負担が重くて、そのテストの実施自体が大変こう難しかったという声は今のところ届いておりませんで、まあ、むしろもちろんその分現場の方々のご負担はなってますけど、まあ、それ以上にそれを有効に生かして、指導に生かしていこうと、まあ、そういう非常に熱心な校長先生とか教頭の皆さんが、まあ、ほとんどで、まあ、そういう方はぜひ、まあ、敬意を表するとともに頑張っていただきたいというふうに思います。まあ、それと
まあ、これはあの希望利用がどうかということはもう大体分かっていたわけですけれども、もちろんだから発送しているわけで、まあ、あの大きな県市町村はあの希望利用が少なかったと、で小さな県はまあ多かったと、まあ、いうことだと思います。ですからまあ独自にある母数を持って、まあ、この進捗状況、学力の状況、分布状況というものがあの自らでの調査でより調べられているところは独自の方法を取られて、で、まあ、割と母数の小さい県はですね、まあ、これをご活用になったんだろうなと、まあ、いうところが、まあ、あの今の、まあ、感想ということで、まあ、これ以上のところはまあこれからあのいろいろさらに声を聞いていきたいというふうに思っています。あの今結果的に言うと、まあ、いろいろ聞いてきてもらうために今後のですね、ちょっとそのあり方について、まあ、その専門家みたいな顔で説明されてるんですけれども、目指すべき方向性とはどういうのかな、まあ、あの、まあ、国としてはその県ごとのご努力がの結果があの把握できるという意味で、統計学的に有意なその抽出率で抽出をさせていただいたと、まあ、いうことで今年始まったわけですから、まあ、このことは基本的に、まあ、踏襲をされていくんだろうと思いますし、それからまあ希望利用方式はまあ、私もざっと問題を見ましたが、まあ、問題はと私も今回その当日になって当然ですけども初めて見たわけですけども、まあ、非常にいい問題だと思います。練られた、まあ、あそこのノウハウ、問題作成のノウハウっていうのが一番 のノウハウで大変なとこだと思いますから、まあ、そこをその国がですね、ノウハウを集めて、そしてまあ良問を作る、そして提供すると、でまあそれをご利用されたい方はどんどん使っていただくと、そして指導にも反映していただくと、でまあ全国の大体平均点とかいろんな分布は出るわけですから、そうするとおのずと自分の学校の子どもたちが全国的にどの辺にいるのかっていうことはですね、まあおおむね把握できるわけですから、まあそういう意味でも指導に生かしていくと、いけると、まあ、いうことで、大体当初イメージした、この、まあ、国がやりたいこと、そしてこの国のテストを使って市町村が独自にそれぞれの地域の学力を市町村あるいは設置者が、独自に取り組んでいくと、まあ、そのことを後押しすると、まあ、この2つ の整理とそれからその役割というのはおおむね果たせたのではないかなというふうに思っています。で、まあ、今後はまあ、この2教科についてはまあ基本的にはもちろんいろいろ細かい点の、修正とかはあろうかと思いますが、まあ、これをベースにより進化していくということになるんじゃないかなと思います。であとは、まあ、この科目ですね、これどうするかというのは、まあ、あまり予断をなく、議論を深めていただくと、まあ、こういうことかなと思います。まあ、そこも、まあ、これもニュートラルに議論していただいたらいいんじゃないかなと思います。